こんにちは、9時からやってまいりました、あの9時ブルーノーツです、今日はあのもう3月から予約されてましていろいろあったんですけども、どうしても、来なければならなくて片足を引きずってやっとここに立つことができました。皆さんご存知の通り、ついこの間あの9時で大洪水がありまして、水害がありましてメンバーもだいぶやられたんで、練習場とかも流されあの水が入りましてですね、譜面70曲ぐらいやられたんですけども、なんとか立ち直ってここに来てます。で、まだあの被災したメンバーでも、立ち直ることができないで、まあ、頑張ってるメンバーもいまして、難を諦めようかなと思ったんですけども、今日友情出演ということで、川端君と、これから山田、あのサハラの山田君二人にあのお手伝いいただきながら、今日最後まで頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。川端くんはですね、あの水が上がってくる間だったんですけども、あ、水が来てると思いながら、携帯出たら、おい、どうした、何が足んない、食い物か食べ物か、同じか着るものかとね、もう心配していただいて、結局マナーにもらわなかったんですけども本当に心強いあの仲間がいまして、感激しました。本当にありがとうございました。今日はですね、本当は全員で来れたらよかったんですけども、その水害の後、上善寺ジャズフェスティバルとか地元のコンサートとか全部キャンセルして、全然練習もほとんどできなくて、まあやめよう、ボロボロ状態だってしょうがないからと。あのメンバーでもそういう意見があったんですけども、南郷の皆さんに会いたくて、来ました。最後まで、頑張りますよろしくお願いします。1曲目、あのテナーサックス2人を少しもあのフューチャーしました、バーニーチューという曲でした。早速2曲目入りたいと思います。Six and What They Used to Be というあの長い曲名のついた曲なんですけども、日本は簡単ですね、もう一文字でフッなんて曲名もあるんですけども、外国の曲は長いんで、どう MC 泣かせなんですけども、それぞれあのスイングのソロありますので、よろしくお楽しみいただきたいと思います。
ありがとうございました。トロンボンソロ野中光昭、トランペット、山田君だっけ、名前がないんだな。サトシさん、山田サトシさんだごめんねテナサックス小野高智子からトロンボーン松川秀俊、この調子で参りましょう。だんだん乗ってきました、次は今まで4ビートだったんですけども、8ビートに、8ビートでファンクロックというんですかね、8ビートでお送りします。コールドダックタイム。
ありがとうございます。コールドダークタイムでした。バリトンサックス馬場拓央、アルトサックス細田藤子ちゃん、ギター笹原博士、私たちもここの会場を最初から来てやらせていただいて、るんですけども、ここの会場のスタッフの皆さんすごく優しいんですね。リハーサル、今日午前中やったんですけども、もう私たちみんな年を取って目の方が不自由なもので楽譜が見えない見えないって言ったら、もうちゃんと明かりがついてますね。すごく優しいですね。本当ありがたいです。あと何年こうしてステージを務めさせていただけるかわからないんですけども、命ある限り何のにしたいと思っております。よろしくお願いします。ここにね、私たちのいつもお世話になっている久保さんという方がいて、さっきご挨拶したら来年も頼むよ、ね、こんな感じですからね。それで私たちの1年はもう決まってしまうんです。もうどんなことがあっても来年も来たいと思いますので、よろしくお願いします。やっぱりこの拍手をもらうということが私たちステージの上に立つもので最高の幸せでして、嘘でも何でも楽しいんですよ、ステージは。はい、本当に身内で受けてもしょうがないんですけど、続きまして、ワークソング有名な曲です、お送りしたいと思います。
ワークソングでした。ありがとうございました。昨日 の, あの地元昨日音の練習で、インフルエンザの可能性があるというものが何あの出てきまして、今日 の, あのステージを断念せざるを得ないかなと思ってそれなりに準備したんですけども、見事あのインフルエンザに打ち勝って、インフルエンザじゃなかったんですよね、ただの風邪だったんですけど、歌姫があの皆さんにご挨拶に伺ってあのお邪魔しております、山田由紀。もうあの南郷も何回かであのもう長いんですけども、あボーカルといえばこの間あの9時の方に前田ピアノの前田紀夫大先生と渡辺真知子、大歌手がお見えになりましてバックさせていただいたんですけども、その時はあの川端君に遠い弘前の田舎の方から出てきていただいて9時の方まで、手伝っていただいてすごくあの助かったんですけども、ほんで終わった後にあの9時で唯一グランドホテルってグランドのつくホテルがありまして、そこであの打ち上げしちゃったら一人で酔ってるなと思って、なんか川端が買いかけですからね、どれだけ飲めるのかなと言ったら一滴も飲めないというアルコール中毒でした、アレルギー中毒じゃない、アレルギーだあ中毒とアレルギー違うのか買いかけ見るとどうしても ね中毒なんですけど9時に来てホヤを食べ尽くしていきました。あの渡辺真知子さん非常にあのホヤが好きだということでステージでホヤの話しかしないで帰ってきました、で昼飯差し上げようとしたらマネージャーが来て餌を与えないでくださいってよくよく聞いたら太ってから体重制限だそうですし、で結局あの昼飯をお弁当をあげないですごいこう大丈夫かなと思ったんですけども、その分夜がっつり食べていきました。もうウニからアワビからカニからクジのありとあらゆるものを食べて満足して行って帰って楽しかったって言われて、まあ渡辺真知子まで行かないんだけども、うちも頑張って一生懸命食べておりますもう迫力はあの声量で頑張っておりますので、かわいい娘さんが2人いるんですよ。はい、じゃあ行きましょう。 Just Friend。Lovers no more, just friends, but not like before. To think what we've been and not to kiss again seems like pretending. It isn't the ending. Two friends drifting apart. Two friends, but one broken heart.We love, we laugh, we cry, and suddenly love died. The story ends, and we're just friends. To think what we've been and not to kiss again seems like pretending. It isn't the ending. Two friends drifting apart. Two friends, but
not one blocking her. We love, we laugh, we cry, and suddenly love died. The story ends, and we're just friends. We're just friends. Just a friend でした。今の曲はノリノリなんですけど、実は別れた恋人。私たちはもう今日からお友達よ、もうキスもしないわっていうやさぐれ感満載の曲でした。次お送りするのは Swonderful っていう曲なんですけど、こちらは、恋が始まってもうあなたのおかげで私こんなに綺麗になりましたあなたのおかげで私こんなに幸せです、そんな曲、気持ちを歌った曲です。 Swonderful。私3年前にここに立たせていただいた時、こう拍手がなんか温度がある感じがしてあったかいなって思ったのを今ふわっと思い出しました。もう一曲お付き合い願います。次の曲は遠くにいる恋人を思って、あんなに遠い月みたい、どうしてあんなとはこんなに遠いのっていう曲です。では聴いてください。 How high the moonWe'll be right back.
feet are too. Somewhere's at heaven. How high the moon? There is no moon above. My love is far away too. Didn't come true that you love me, just I love you. Somewhere that music, it's where you are. Somewhere that heaven, how near, how far. The darkest night will shine if you will come to me soon. If you will come to me soon, until you will have to my heart, until you will have to my heart. How high the moon, how high the moon. ありがとうございました。山田由紀、もう一度大きな拍手よろしくお願いいたします。ステージの袖でね、3年生の女の子と1年生の女の子が心配そうに、うちのお母ちゃん平和やらないんじゃないかなと思って見てますけども、2人のちびちゃんも私のバンドで歌うこともあるんですけどね、お母さんの練習を見てて、あ、じゃあダメだよ、私たちが歌うからって先代の上手で一回歌ったことがあるんです。でも今日は留守番で袖で見てます。お母さんも見守りでやっております。本当にありがとうございました。あっという間に私たちの持ち時間は終了となります。最後の曲です。チャーリー・パーカーでおなじみのオーニー・ソルティという曲をお送りして、私たちの最後の演奏させていただきます。今日はどうもありがとうございました。
オーニソロジーという曲でした。私全部これで最後なので本当に今日はありがとうございました。全員一致。どうもありがとうございました。